こんにちは、マセンのキョンキョンです。今回はラストクラウディアのワールドマップの続きですね。やっていきたいかなと思います。個人的にワールドマップどこまでやったのか覚えてない感じが多々しますが、多分、なんかさ、お酒がどうのこうのってなかったっけ？それ終わったの？インクスト。上か、これだよ。はい。行きましょう。グラディア山脈。だいたい20分ぐらいで死にようかなと思ってるんですけど、ストーリー挟んでしまうと、悲しい感じになっちゃう。今、なんだっけ、あれは、教習ダンジョンじゃなくて、なんて言うんだ、その系のダンジョンやってるですね、このキャラクター、ゴルーム王子と、この女の子が、経験値と AP だっけ、が ×1.5 倍になってるので、使っています。まあ、そういったダンジョンの時は、キャラクター、効率的に成長できるから、キャラクターを使っていこうかなと思ってます。ただ、盗賊のやつが、いないので、まあ、そのキャラクターは入ってないんですけど、もう一つの枠は、アークの効率を見て、選出しております。ありがとうございます。リッド、私に続け。このメンバーでもかなり余裕でクリアできるなと思いますね。
できればクリスタル3000まで貯めたい。そしてガチャを回したい。ちなみにニーソの女の子、まあ、2人いるな。黒の方のニーソの女の子、紫色の髪の毛の方が、氷属性の魔法と、あと普通に通常攻撃に特化したキャラクターなので、ちょっとゼックスと被るところがあると。ただゼックスより、通常攻撃が高めに設定されてあってっていう感じですね。まあ、あと必殺技が防御、全員の防御を高めるといったところで、すごく攻防一体な感じで、まあ、平均的にバランスの取れたキャラクターかなってすごい思いますね。ゴルモ王子は、基本的に攻撃、通常攻撃と、あと必殺技が特殊で回復に特化している感じ。まあ、これも結構特殊。10ずつ増えていくのでクリスタルが、なのでなんとか貯め切れたらいいなと思ってますね。個人的に言うと魔導オーラのアークを今育てていて、あと攻撃の方は桜のやつを育てようと思ってますね。多分、あれレベル10にするの、SSR レベル10にするのを、ための、最大、オーブ量足りてるか、微妙なんだよね。なので、そこも上げつつっていう感じで、今やってますね。基本的にアークをレベル10にしてからの方が、技を覚えさせるのは効率的なので、まあ、そこも考えながら育成していきますね。リーナだってニーナだって一番左のキャラクター、このキャラクターは、魔法と回復両極端でやってます。まあ基本的に特技で回復、必殺技で回復があるので、魔法、攻撃魔法を多めに入れてます。何かに特化しているわけではないので、いろんな魔法を入れている感じ。なので、使いやすいってところかな。だから攻撃魔法の特化キャラクターではないので、っていうところですが、まあ、いろんなパーティーに入るんじゃないかなとは思います。まあ、ただ、なんだかんだ、いろんなキャラクター、全然入るなっていう感じはすごい思いますね。アストラルロイヤシス。すげえ細かい設定だな。今物語はどの辺まで進んでいるんでしょうか。個人的には、なんだろう、ちょくちょくストーリーとか動画の本数に応じて、アップの動画、なんて言うんだ、動画を撮るのを、まあ、計算したりするんですけど、今1週間に
4、5本になってきてますね。毎日2本ぐらい上げたんですけど、完全に通信速度の関係ですぐにアップロードできない環境なんですね。なので結構長くなってしまうので、アップロード時間が多分20分でクリスタル3000溜まるな。おそらく強っ。終わったんじゃない、これも。どうです。
え、死ななかった。最初から死なないせって。何回死んでんだよ。安いんじゃねえの。はい、3時間だった。ありがとう。え、これがラストなのか？オンラインさんが。ということで、終わり？あ、なかった。まあ、ギリがいいので、3000貯まったし、ここで一旦終わりにしたいと思います。では。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では、雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。